回の新製品のポイントは3つございます。1つ目がスマートフォンでタッチしてエコ情報を取得できるスマート機能、2つ目がエコナビの進化、3つ目がたくさん入る大容量のワンダフルオープンです。冷蔵庫でできるのがこちらです。ではエコ情報を見ていきましょう。エコ情報ではエコナビ率、1日のうちにどれだけエコナビに入ったかというパーセンテージと、あと開閉回数を見ることができます。で、最新取得というところを押しまして、冷蔵庫にタッチすると最新の情報を取得できます。ではタッチをしてみます。ではレシピを食材から探すというところを押してみます。冷蔵庫の中にある食材を選びます。例えば牛肉で、レシピを検索をしてみます。このようにパナソニッククッキングのレシピが出てきます。その中で作りたいメニューを選びます。そうしますとこのように必要な食材が出てきます。その中で足らないものがあると思うので、お買い物メモの作成を行います。このページで足らないところにチェックを入れます。足らない食材をメールを送信できます。エコナビの進化をこちらでご覧ください。でまず少しの量の食材を入れてみます。のスマートフォンのアプリをまずは立ち上げます。出ました。ここでも両方電源のオンオフはもちろんなんですけども、そうしますとこちらのランプをご覧ください。今エコナビに入っていたので緑だったんですが、こちら継続になると緑のランプがついたままになります。ご覧ください。このように継続になりました。ではまとめ買いをしてきた食材を入れてみたいと思います。目替えをしてきましたので、今緑のランプがついていましたが10秒後ぐらいに検知しまして、こちらがどのようになるかご覧ください。はい、このようにエコナビランプが消えました。たくさん入ったということを検知してエコナビを消してきちんと冷やす動作になりました。